はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭、スパチャワ大歓迎、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお送りします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まずちょっと聞きたいんですけど、みんなどんなソロが撮りたいわけはい。これにつきます。はい。っていうのをちょっと自分で考えてみてください。自分はこんなソロが撮りたいなと。自分の今のレベルとか全く考えなくていい。全く考えなくていいんで。 もう全てのパラメーターがマックスの状態、えー、自分が無敵の状態だったとしたらどんなソロが取りたいですかっていうのをコメントに書いてくださいで極論それがないとねあのー、もうソロ取る意味ないっていうかもう何の意味もない何のメッセージもない願望とか動機がなければ <laughs> ソロ取らなくていいわけ極論ねはいもしね始めたばっかりです、えー先週 ちょっと楽器買ってきて始めましたという方にとっては多分あのえそんなこと言われてもよくわかりませんという感じだと思いますので一応ねヒントというかご提案をまあ例えばこんな感じですとい本いにこれ一例っていう感じですでまあ特徴を述べていくと例えば音楽的なソロね まあ、太鼓のソロだったとしても、えー、なんかメロディーが感じられる旋律が感じられるようなソロであったりさっきほど、えー、うっちゃんさんが言ってたソロですね、えー、曲調に合ったソロっていうね曲調に合った曲の中で、えー、ソロを取るっていうシチュエーションは結構あると思うんですけれどもこれねすごく重要でその曲調に合ってないただそのがむしゃらに えー、曲に全く合ってない、えー、自己放位なソロをやってしまってもそれはそれでね浮いてしまうというか、えー、音楽に対してね、えー、どういうふうに寄り添うのかっていうね個人的な意見としては音楽的にやるのが一番難しいと思うより多くのことを分かっていないといけないつまり対抗のことだけ分かってても音楽的なソロって難しいんですよ 曲がどういう構成で成でり立っているのかとかとどういう展開をするのかとか、まあ、細かいこと言うとねコード進行のこととかうん作曲者が何を考えて作ってんのかとかねいろんなことを知ってないと <laughs> なかなか難しいんだけれども、まあ、理想的には素晴らしいことだと思います音楽的なソロが撮りたい。はいまあ、似たようなところで感動的なソロっていうのがありますと。 えー、ワイカツさん言ってくださった通おり、まあ、曲全体のねストーリーの一部になれるあるいはその打楽器のソロって結構その盛り上げの役割曲のテンションを上げる勢いをつける、えー、シチュエーションで用いられることが多いので、まあ、そういった役割を担ってこう全体としてねああんかすごいドラマティックだったなっていう感動させるようなソロもありますと。でまあいろいろありますと、はい、情熱的っていうのはね まあ、例えば、うわーっていう <laughs> あの、情熱的っていうのが対抗だと一番わかりやすいかなと思います。はい。えー、あるいは知的、えー、すごいね、構築されたような、えー、ソロだったり、感能的っていうのはね、こうなんか、えー、性に訴えかける、あなんかすごい、あの人のソロをいたときめいたと、えー、ズキュンときましたというようなね、感能的なソロっていうのもあるし、えー、エンタメ的っていうのね、 特にライブですね。ライブなんかではそのある種の面白さっていうか、えー、意外性っていうかある種ねそのパーカッションってエンタメこの見た目が派手ですからそういうふうに、えー、エンターテインメントとして楽しませるっていうソロもできますじゃあ理想のソロの形がなんとなくねわ、えー、かったとしてでいろんな音楽いろんな人の曲とかプレーを聴く中でもしあこの人のソロ 例えばね、プロの演奏とか音源を聴いて,いて、てこの人のソロ、なんかいいなとえ。自分がやりたい感じだわっていうね、ソロに出くわすことあると思うんですよ。あこの人、<laughs> 俺がやりたかったことをやってんじゃんっていうね、ことね、あの、ままあります。長いことやってると。はい。で、もし理想のプレイヤーがいるなら、ちょっとこれ読めます。ちっちゃいんですけど、コピーが最短。はい。<laughs> これはまあ、も子ももないんだけど、コピーが最短です。はい。 もしね、理想のプレイヤー、もし、えー、自分がこういうソロが撮りてえんだというソロを撮っている人がすでにいるのであれば、その人の真似から入るっていうのが一番早いです。はい、えー。いろんな楽器の人が自分は昔これのコピーをしてましたとか、このソロのコピーをしましたみたいな話ってよく聞くと思うんですけれども、まあ、コピーから学べることってすごく多いし、えー、その人がどういうふうに考えてるのか。 分析することによって、えー、自分の引き出しになったりねあこういうふうにやればいいんだっていうことが、まあ、それ一回やるだけでも分かったりするので、えー、もしそういうプレイがあるならそういう人がいるならコピーは大変おすすめです。はい